人ができて自分ができてないことがなんか劣ってるみたいなことはないかなというふうに思っていて、それよりもこう自分がこうやってきたこととか、まあ、できたことにちゃんと目を向けていくっていうことが必要なのかなというふうに思ってます。周りと比べて落ち込む時もあるかなと思うんですけど、自分には自分の良さがあるっていうふうに思ってもらえるといいのかなと思います。落ち込む時は無理に前向きになろうとせず、自分のいいところを褒めて見てあげてください。まさに僕も今困ってるところなんですけど、ぜひ周りとの差分みたいなものを自分らしさだと認めるところから一緒に始められるように頑張っていきましょう。実はなんか周りと比べてなんか自分ができてないって気づくこと自体が結構すごいかなと僕は思っていて、へこんでるところをこう直すにしろ、その別の角を伸ばすにしろ、それはなんかそこからは自分次第かなと思ってます。みんなと同じ軸で同じことができなきゃいけないってわけじゃないと思うので、自分にはこれがあるってものが一つでもあればそれでいいと思うし、そうやって自信を持ってる人が個人的に素敵だなっていうふうに思います。他の人にできてないことっていうのが自分の中に絶対あるんじゃないかなっていうふうに思うので、こう自分が取り組んできたことだったりとか頑張ってきたことっていうのを胸を張って言えるといいんじゃないかなっていうふうに思います。めっちゃわかります。でも私はその一歩をまず踏み出すっていうのがいいかなと思ってます。人って一歩踏み出すのが一番こう難しいと思うので、踏み出してみると意外といけたりするかなって思ってます。今自分が取り組んでいる目の前のことが少しきついなって思った時に、その劣等感だったりマイナスの感情を思い出して頑張る原動力にするのが一番いいんじゃないかなと思います。人は人、自分は自分なので、自分の得意なこととか好きなことに目を向けてみるといいと思います。自分らしく楽しめるのが学生の特権です。一分野においては他の人の方がすごいなと思ってしまうこともあるかもしれないんですけれども、それぞれのこう自分らしさというのは必ずあると思うので大丈夫です。ここにない出会い、リクルート。